今日の地球便はオーストラリアで奮闘すること奏者。今回のグッド地球便は滋賀県とオーストラリアをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はオーストラリア第3の都市ブリスベン。大自然と都会が共存する街ブリスベン。ここでこと奏者として奮闘する日本人がいます。オーストラリアに渡り15年、まだまだ知名度の低いことの魅力を伝えるため伝統の枠にとらわれないさまざまな挑戦をしている彼女。オーストラリアの男性と結婚し海外で生きると決めた時、両親は猛反対。感動同然で日本を飛び出した直後、母が脳卒中で倒れてしまったのです。私はお父さんやお母さんは大好きやけどね、旦那さんとね結婚したいいうことを言ったんです。一緒に死ねへんしなって言ったんですよ。お母さんずっと意識不明だったんで、苦労かけたからかなと思いますけどね、倒れたのは。病気の母を日本に残し、愛する人とオーストラリアで生きることを選んだ彼女。ずっとわだかまりを抱きながら奮闘する娘に、今母が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りします。お世話になります。どうもお世話になります。今日はお邪魔します。どうもお世話になります、娘さんの高子さんがオーストラリアでこと奏者をなさってるということですけども、行かれて何年ぐらいになるんですか。何年なのかな。だいたい15年ぐらいかな。結婚して10年になるからね。もう結婚して10年になりますし、完全にご結婚されて今進んでらっしゃるということは、はい、なかなかお会いする機会も少なくなったと思いますが、もうだいたい母親っていうのは娘に会えるのはちょこちょこっと会えたりするのが楽しみなんですけどね、はい、それができないから、まあ、オーストラリアってね、まあ、まだ少なかったですからね、はい、どんな国なんかも何にも分かりませんしね、はい、もっともっとこう、まあ近くに住んでもらってちょこちょこ顔を見せてほしいというのが本音だったわけですわね、まあ、でまあ私がこんな大きい病気しましたしね。あ、そうですか。今回どうですかね、こう気になるとことか見てみたいとこっていうのは大人どうですか。最近ね、はい、家を変わったって聞いてましたんでね、ええ、どんなところで変わったんかな、何をしてるのかななんて、うん、ちょっと気にはなりますけどね。住んでるとこですよね、分かりました。じゃあ見てみましょうかね。はい、はい、行きましょう。高子さん、オーストラリアです。オーストラリアブリスベンでこと奏者として奮闘する高子さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ7600キロ、9時間。オーストラリア第3の都市ブリスベン。1988年の万博以降急成長を遂げ、今や人口200万人を超える大都会です。一方、町の中心から車で20分も行けば手つかずの大自然が広がります。高子さんが暮らすのはそんなブリスベン郊外の町。すごいこの自然が豊かな場所ですよね。こちらの家らしいですけど大きいですね。はい、大きいお家だな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。高子さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。日本のお料理に頼まれてやってきました。ウッドスクリーンです。お願いします。どうぞ。すごい大きい家ですよね。大きさはどれぐらいまで家なんですか。家、家は見えないところまで。すごいぞこれ。去年引っ越してきた家は敷地3000坪。オーストラリアらしい広い家に住んでみたかったという家族の希望で念願のマイホームを購入しました。
ここで一応狭いんですけど、おこと教えてます。中入っていいですか。高子さんは自宅の一室でこと教室を開いています。こういう感じで、これは私の一番最初のおことで、6歳で始めた時に、両親が買ってくれたおことのまんまですね。いまだに一番いい、私の一番の、はい。6歳の時、お母さんの勧めで琴を習い始めた高子さん。名門生田流宮城会で師範に次ぐ教師の資格も取得しました。素敵。すごいですね。なんか今見ているだけでいろんなテクニックみたいなのが、爪で引いてからひっくり返す、後ろですくいって言うんですけど、引くのとか、左手もいろいろなんですけど、音を高くするのに押したり半分押したり、あとは引っ張ったり、引っ張る下がるんですけど、忙しいですね、結構。シンプルなんで、弾いて調弦さえできてれば誰が弾いても綺麗なんですよね、結局。なんでそっからどうやっていくかですよね。日本ってほら、間と間を読むじゃないですか、あの空間の美じゃないですけど、おことも、あの音と、そう、音の間のこのね、音と音の間の空間を楽しむみたいな、 いかに自分が弾くかによって全然違う音が出せる、やる人によって違うしっていうのが面白いかなと思いますね。午前10時、一人目の生徒がやってきました。そう、ドンチャンチャン。定期的に指導している生徒はおよそ10人、その半数以上はオーストラリア人です。イベントなどで高子さんの演奏を見て日本文化に興味を持った人がほとんどで、中には往復3時間かけて通っている生徒もいるそうです。ひどい国ですね。3時間。 Do you like Koto? うん、It's very fun. You have to say that. No, 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 I wouldn't be here if it wasn't fun. そうですね、おかえり。そして家族が帰ってきました。ご主人。パワービズハート。あなたがふと空を見上げたとき、そこに関西電力がいるかもしれません。社会や暮らしに欠かせない電気、空の電線はたくさんの熱意と使命と誇りのつながり、その電気は人の思いでできています。パワーウィズハート、関西電力。杉谷局グループが総力を挙げて送る夏の総力祭、今日は特別ポイントバイデー実施中。そしてアクアリウムナイトパーティーご招待キャンペーンも。杉谷局グループ。いつまでもたった二文字が言えなくて、いつもの自分のフリシグラブル。さあ、ブラブル。もこみち窓口。小田くんが保険のことを知りたいみたいで。はい。必要な保険って一人一人違うから、自分をちゃんと知ってもらうことが第一歩なんだ。あなたも無料で窓口体験。また来ます。保険の窓口。セブンナイツ受けてみよう。やっはっ、これでお前に耐えられるか。ド派手な技を決めまくれ、セブンナイツ。今ならもらえる。おかえり。高子さんの家族が帰ってきました。はい、長男のお名前はおさむです。おさむです。はい、
こっちはエミちゃん。エミちゃん、はい、こっちはダウスです。ご主人。旦那さん。日本語は喋れますか？うん。ちょっとだけ。ちょっとだ。エミちゃんは？ちょっとだけ。経営コンサルタントをしているご主人とは結婚して10年になります。貴子さんが留学中に参加したクリスマスパーティーで出会い、直感的にこの人だと感じたそうです。めっちゃええ家族です。共にオーストラリアで生きることを決めた貴子さん、しかし両親は2人の結婚に猛反対しました。結婚していいよとかそんなことは全然ないかったですね。父にすごい言われたのは、あのお前は今までこう日本にいたら仕事もあったし、まあちゃんとした仕事もあっただろうし、あのそんな外国に行って今の主人だけを頼って行って、本当に日本で気づけるだけのものをお前は海外で気づけるのかって言われたんですよね。日本で気づける以上の幸せを海外で気づいてみせる、そう心に決め喧嘩同然に日本を飛び出した貴子さん。しかしその直後お母さんが脳卒中で倒れたのです。まあもうすぐ飛んで帰って、お母さんずっと意識不明だったんで、ずっと10日間ぐらい寝てたんでね、覚えてるのがなんか出たんですけど、指がちょっと動いた時があったんですね。あの私がまあずっと喋ってたんですよね。もう目開けてほしかったからずっと喋ってて、帰ってきたでとか言ってたら、そしたらあの膝の上にバカ子って書かれたのを覚えてるんですけど、私が苦労かけたからかなと思いますけどね、倒れたのは。まあそんな風に全部取れるかな。貴子さんにはずっと大切にしている宝物があります。これはお琴の時のですね。この辺はお母さんが縫って、はい、針子さんだったんで、はい、やっぱり特別な思い入れがあるもんですか。そうですね、やっぱりもう縫えないんでね、お母さん縫えないと思いますので。はい、じゃあ夕食は必ず家族揃って食べます。あまり食事じゃない、まじまじと笑わないでください。緊張して、ほら緊張してなんかこんなことになるじゃないですか。もうおこと引くのはいいけど、ちょっとほら崩れちゃった。おいしそう。いただきます。それ見ない、何が入ってる。あそのね、見てもらう機会がなかったという話をちょっと聞いたんです。そうですね、母も体不自由だし、はい、父さんも年取ってるし、はい、聞いてほしいんですけどね、一回見てほしいんですけど、まあなかなか。We're very happy together. It's a good family. Yeah, we're very happy. That's just the right word. We're very happy. Happy.夕食後、貴子さんがやってきたのはブリスベン市内にあるレコーディングスタジオ。わ、ハロー。かっこいい。Good evening. Sorry, something happened on the Morgan Road. もともとは貴子さんに琴を習いたいとやってきたフィルさん。実は世界で活躍するギタリストでした。音楽で意気投合した2人は琴とギターのユニット弦を結成。現在さまざまなイベントにも招かれプロとして活動しています。かっこいい。 OK、 わかっこいい。琴の魅力をもっと大勢の人に知ってもらいたいと新たなジャンルにも挑戦している貴子さん。伝統を重んじる日本を離れたからこそできたことだといいます。
おい。お母さんとかお父さんとかあんまりこういうの好きじゃないと思う。チャラチャラしてみたいな。いいと思う。いっぱいおことそれぞれみんなもうできる。ブリスベンを代表する教会セントジョンズ大聖堂、今日ここで高子さんが主催する特別なコンサートが行われます。うわ、音聞いてみたいな生音で。そうですね、自分の生徒さん中心のおことでおことのコンサート初めてなんで、はい、私の中では、はい、結構大きいかな。はい、高いよこれ。なんかこの日使用することは全部で9名。高子さんと生徒だけで開催する初めての演奏会です。いつかは生徒の力だけで琴を広めていってほしい、その第一歩になればと考え企画しました。晴れの日の舞台で袖を通すのはお母さんが縫ってくれた着物です。パワービズハート。関西電力は人が動かしています。電気を作る、電気を届ける、その短い言葉にとてつもなく大きな使命を感じながら、電気が生み出すさまざまな時間にやりがいを抱きながら、その電気は人の思いでできています。パワーウィズハート、関西電力。マツコ小松子夏のピザーラは熟成ミートで味もボリュームもデラックス。これ大好き。何でもかんでも好き好き言ってると信用されなくなるわよ。マツコのことも好き。ピザーラ熟成ミートデラックス。剣道部だった頃を思い出す。洗濯しといて。一日中来た、手強い手強い。まだいい香りだよ。え、一日中しっかり消臭。やっぱすごいな。プレミアム消臭。ライオン。走れ走れ。私の進む道は誰かの笑顔につながっている。進め、青から未来へ。大阪青山大学オープンキャンパス実施中。生理忘れてます。生理忘れてます。生理忘れて楽しんでます。タンポンなら最長8時間分の吸収力で漏れの心配なし。油断できちゃう。ソフィーソフトタンポン。ソフィー。たっぷり倒せた。よくやった。次キャリね。眠。寝たら怒るで。しかし。プリンセスとみんなで冒険。タワーオブプリンセス。タワプリ。ついにできました。カルピスの乳酸菌が入ったアサヒおいしい水、いつもの水に健康をプラス。アサヒおいしい水プラス、カルピスの乳酸菌。晴れの日の舞台で袖を通すのはお母さんが縫ってくれた着物です。レイトさん、このまま置いて帰ってね。置いといて。 You bring a kozo back to the stage, off the stage.満席とはいきませんが、日本文化に関心を持つ地元のお客さんが集まってくれました。自分にはことがあったから多くの人とつながり人生が豊かになったと高子さんは言います。思えばそのきっかけを作ってくれたのはお母さんでした。When I was little, when I started koto age 6, my mom didn't have acar, I think, and then she couldn't drive. So she put me in the back of the push bike and good 30-40 minutes on the way to the lesson and the back way, probably 50, could be 1 hour. She did that every single week for me. And hopefully, koto
sometimes rely on something unique, rare, and then affect your life. コンサートを締めくくるのは高子さんの演奏です。最後の照れ笑いは変わっとらんな、うん、ほんまや、いつでも自分の中で失敗したんやろ、どこか一回は。あ、そうですか。それはお母さんしかわからないですわ。でもなんか非常にちょっとこう鳥肌立つぐらいの素晴らしいね、あのステージになってましたけども、まああの元気になって一回死ぬまで一回行きたいと思いますね。でさっきの聞いて、うん、あこういう音楽も面白いなと思って聞いてましたけどね、うん、いかがでした、オーストラリアの、まあ、生活も、あのお父さん気になってたお家も見ていただきましたけども、はい、いい環境ですね。いい環境でしたね。3000坪です。私はもう憧れます、ね、でもあのことをやっぱあの始めたきっかけっていうものがやっぱお母さんが最初に連れて行ってくださって、ね、今ことをこうやってるっていう、ああいうお話を皆さんの前でされてるっていうのはどうですか、お母さん。うん、そう本当にそう思ってくれてるんやなと思って嬉しいですね。うん、あの子も努力はしましたけどね、はい、嫌がらんと、はい、お稽古しに行ってくれたからね、まあ、そうですね、努力はよくしましたしね、我慢強いし ね、 お母さんがあの、はいですね、病気でね倒れられた時っていうのは覚えてらっしゃるんですか、足にバカ子って書いたとかそういうのは。そんなん全然わかりません。無意識にバカ子って書いたのか、書いたんでしょうね。本当にあれでしたね、うん、なんかおほっとした感じですね。うん、この後あのお届け物をさせていただいてとこ、はい、あの引き続きご覧いただきたいと思います。たかこさん、もう一度オーストラリアです。日本の両親の反対を押し切り、オーストラリアに渡って15年の歳月が流れました。父が、多分父覚えてないと思うんですけど、父が私に昔言った言葉があって、お前は社会に貢献できるような仕事をせなあかんねんでとか言われたことがあったんですけど、でも最近になってちょっと日本文化の発展とか架け橋的な存在に貢献少しはしてるのかなとふとこの間思ってたんですけど、納得はしてもらえないと思いますけど、多分一生私の父母にはお前は甘いよって言われてたもん。あんたは甘いね。高子さんにお母さんから届け物です。日本のご両親から届け物がございます。あらまあ、なんかすごいですね。開けていいんですか。この後10時55分からは旅プラ。おいしい。パワービズハート。
あなたがふと空を見上げたとき、そこに関西電力がいるかもしれません。社会や暮らしに欠かせない電気、空の電線はたくさんの熱意と使命と誇りのつながり、その電気は人の思いでできています。パワーウィズハート、関西電力。ご安心ください。すぐにお伺いします。急な電気のお困りごと。これからは関西電力のお客様にはご自宅の中まで電気のプロが駆けつけます。電力の自由化。もう大丈夫ですよ。違いは安心にも現れます。もっとハッピーを。関西電力。若い子は自分探しなんて言ってるけど、人生半ばを過ぎたら過ぎたら健康探しいいね。そんなあなたにちょちょいのチョイス、年代別ワンパックサプリ、ちょちょいのチョイス。うん、ハマってますね。スマートニュース県外でもサクサク読めるからって県外すぎますよね。そこまで面白くないと思いますよ。禁断のニュースアプリスマートニュース、酸素なくなりますよ。もたれそう、愛さもたれそう、簡単一丁君が巡る田辺のうるさ、一日一錠。別れたあの子は幸せそうだ、でも今日も一日晴れそうだ、なんだかうまくいきそうだ。ゆるく弾けろカルピスソーダ。体にピース。日本のご両親から東京がございます。あらま、なんかすごいですね。開けていいんですか。すごい。なんだろう。帯締め。そうですか、着物の。そうですね、はい。まあ、私は大丈夫ですんで、自分の心配をしてくださいと伝えてください。はい、引き締めて頑張ってコツコツと、はい、頑張っていきます。そうですね、大事にします。はい、ビニアルね、うん。お母さん編まれたんですか。そうなんです。いつですか、作られたのは。もう今からだともう30年ほど前です。だ、高子さんやっぱ覚えてらっしゃったんですね。覚えてるんですね。へえ。あの子が向こうでね、うん、これだけの活動をしてるいうことは、はい、やっぱりお琴を習わせててよかったとは思います。うん、そうですよね。これからね、まあやっぱり私みたいな病気にならんと元気で暮らしてくれたら一番の言うことないですね。次回のお届け先はスペイン。ここにフラメンコダンサーとして奮闘する日本人がいます。しかしその姿を一番見せたかった母の突然の死、深い悲しみに沈む彼に日本から届けられた思いとは。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りしました。高岡大仏